リンネルチャンネル。100 Day Project って1日1個クリエイティブなことをしようってアメリカから始まったプロジェクトなんですけれども、利き手じゃない左手で絵を描いてみたらどんな絵ができるかなっていう興味があって、それで始めたことです。卵の料理が選べるシステムになってて、でスクランブルエッグ、ゆで卵、目玉焼き、オムレツで、ジュースがアップルジュース、オレンジジュースで、サラダ、パンがあって、紅茶とコーヒーが選べるシステムです。外食にね、なかなか思うように行けないので、そういうお店屋さんごっこ、大人版みたいな感じで。サラダはもう葉っぱがいっぱいある感じ で、あとちょっとハーブを混ぜて、でオリーブオイルと塩とビネガーで食べる感じですかね。いただきます。目先を変えてコーヒー飲む場所を変えると気分が上がるので、天気がいい時は庭で飲むようにしてます。鳥の鳴き声が聞こえたりとか、風の音が聞こえたりとか、五感で緩む感じがします、外での音。好きなカフェとかお菓子屋さんのパッケージを真似してみたりとか、あと、まあ、ピンタレストとか写真、かっこいい写真のサイトを見て、そこからこう好きな写真をストックしておいて、いつかこれを真似しようっていうのもあります。これはあの漫画紙っていう紙なんですけれども、あのジャンプとかそういうので使われてる紙をまとめ買いして、こういうパッケージに使ったりとか、よく見るフライドポテトを入れる袋や油紙、タイのパン屋さんの紙袋だと思います。最近買ったんですけど、すっごくサイズ感も良くて、色も洋服と合うので、いろんな色があったんですけど、私はモカベージュを買いました。手の消毒のジェル、まだ乾燥するのでハンドクリーム、
財布と、あとはこの中は口紅と、まあ、たまに怪我するので絆創膏、口紅、あとはリップと、ちょっとこう気分転換したい時にロールオンのものを持ってます。2駅ぐらい歩いて、でもうそこまっすぐ行って帰ってくるんじゃなくて、いろいろ寄り道してトータル8キロになってる感じです。低糖質が割と肉とかチーズとか生クリームとかが OK っていうのを知って、あ、おつまみに合うかもって思って、いろいろこう本買って研究してみて、それが日々勉強になって、そして満足いく食事が取れて楽しいです。私はあの我慢することが好きじゃないんですよ。例えば洋服でも寒いけどおしゃれのために薄着するとかがどうしても嫌で、薄着しなくてもおしゃれなところを狙っていくとか、まあ、食事の方もあの食べたいものは食べたい、でも太りたくないっていうのがあるので、こう食べる欲求を満たすためにはじゃあ何ができるかなってっていうので、例えば低糖質の食事を選んでみたりとか、でそれによってお酒が飲めるとか、本当に我慢しなくていい着地点をいつも見つけてます。これは牛肉のトマト煮です。つけてる間両手が使えるので、その間にこう今みたくネイルを塗ったりとかストレッチしたり、あと洗濯も畳んだりとか、この10分間をすごく有効に使えるので、すごく重宝してます。